これは英雄の物語。獣に襲われし、木の葉を救った英雄の命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いたものの、俺に気づいたか。飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。やつは一体。
無事なのか。外に奴を追いやるのじゃ。おお。レイトを外に出だしはさせん。行くぞ。戦闘開始。Huh?
粘りおる。じゃがこの歯は負けぬぞ。待っていてくれ、すぐに。今のお前によそを案じる暇などない。お前は何者だ？なぜ木の葉を狙う？俺のことを聞いてどうなる？お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。キューブを操るほどの力を持ち、そして木の葉に伝授できる神。それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。あまり、まさかあなたがウチハマダラだというのか。ああ、さあどうだろう。よかったよ。どうやら四代目ホカゲの名は伊達ではないよ。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。さすが四代目ホカゲ、この俺に手傷をくれキュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでも。あの感じ、嘘で言っているんじゃないけど、今この外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。また俺をやる気か。させるかボギー。とか四代目、分かってる。キュービごと飛んだのか。
か。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。